ミネ・ユキは海上自衛隊の護衛艦。初雪型護衛艦の3番艦。ミネ・ユキの名は、ミネに降る雪すなわち、ミネ・ユキに由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。昭和54年度計画2900トン型護衛艦2212号艦として、三菱重工業長崎造船所で1981年5月7日に、 気候、1982年10月19日浸水、1984年1月26日に、収益し同日付で、第2護衛隊軍令下に新編された第42、護衛隊には、真雪と共に編入され、佐世保に配備された。本艦以降は、収益時より高性能2 0ト、mm、ル機関砲が装備されている。 1986年、艦隊平洋合同演習に参加。1989年1月25日、第3護衛隊軍に直轄艦として編入され、舞鶴に転籍。同年6月16日から9月6日の間、護衛艦、春名、島風と共に、米国派遣訓練に参加。1990年3月6日は、真雪の舞鶴転籍に伴い、 第3護衛隊軍令下に第42護衛隊が再編され編入。1990年、艦隊平洋合同演習に参加。1995年8月16日から20日に、かけて、は、真ゆきと共に、インドネシアのジャカルタで実施されたインドネシア独立50周年、記念国際観艦,艦式に参加。1997年3月24日、 対番号の改正により、第42護衛隊が、第3護衛隊に解消。同年、ナホトカゴ重油流出事故に対し災害派遣2002年3月15日から4月28日まで、東ティモールの PKO に参加する、陸上自衛隊の人員、車両等を搭載した、輸送艦、大隅の護衛任務に従事。同年8月16日、マイズル地方隊。 第24護衛隊に編入。2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震に対し災害派遣。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第24護衛隊が第14護衛隊に解消され、護衛艦隊霊下に編成がえ。2012年3月12日、若沢において、 海上保安庁と不審船共同対処訓練を実施。参加した部隊の内訳は、海上自衛隊からミサイル艇、早草及び SH-60J、軽症海ヘリコプター1機、海上保安庁から巡視船、穂高、浅間、巡視艇、駒まき及び、アグスタ139ヘリコプター1機。2013年1月、海上保安庁の担当者による視察を受ける。 これは、尖閣諸島国有海港に、尖閣諸島領海への領海侵犯を繰り返す、中国航戦に対応するため、国が三型巡視船の新造船が収益する2016年3月までの3年間、退役した初雪型を海上保安庁の巡視船として転用する計画が持ち上がったためである。しかし、同計画は白紙に戻されている。2013年3月7日、 テル好きの収益に伴い除籍。収益期間中の走行程は約73万マイル。走行会時間約6万5000時間に及んだ。最終配置は護衛艦隊第14護衛隊に所属し、定携校はマイズルであった。不審船対処に係る共同訓練の実施について、アーカイブド2013年2月1日、アットザウェーバックマシン。 尖閣監視へ退役会時間の転用検討解放、巡視船に、朝日新聞2013年3月5日、護衛艦の巡視船転用課題多くアーカイブド2013年3月8日、アットザ・ウェイ・バック・マシン、NHK ニュース2013年3月6日、ハットボー第35期相当。ありがとうございます。